どうも、こんばんは。コラボとつまちです。音聞こえる？音聞こえる？大丈夫？オラボトツマチでございます。よろしくお願いします。はいはい、どうぞ。もしもし。もしもし。大丈夫？お腹こらそうだけど。お腹？お前かって俺のお腹すげえ先輩だぞ。お前お腹だからお前あれなんか映画館とことかしてる人。うん、一生無理だと思う。何、滑舌悪すぎる。お前ねヒアリング能力がないからね。ヒアリング、ちょっと待って、タバコ取ってくるわ。取っておいて。で、言いたいことと聞いてほしいことどっち？あんま聞きたいこと、電波悪くない？あんまないけど、言いたいことがあるのか聞いてほしいことがあるのかどっちだって聞いてんの。だって俺に聞いた方が早いじゃん、お前の場合。違う、日本語わかんないな。あなたが言いたいことがあるのか聞いてほしいことがあるのかどっちだって聞いてんの。いや、ないって言ってんの。ないなら何しに来たんだよ。だから映画の話でもしようかなと思ってきたんだ。違う、ここのコラボの趣旨はあなたが言いたいことがあるか聞いてほしいことがあるかだから。なって言ってる。ないんだったら帰りなさいよ、バカなんだから。帰りません。おのが頭いいし。そうなの？頭いいの？だからまあ東大の博士号まで持ってんのに。東大の博士号持ってんの？何専攻してんの？専攻は理算。理算？うん、東大の頃はね。あとは博士号は、再生医療の研究者。何？再生医療の研究者。医療？医療？再生医療？再生医療の研究者やってるっけ。今も？今もね。何がしたいの？それで。だから俺映画が好きだから、うん、じゃあちょっと喋ってやる。映画の話がしたいってこと？ああ、そうそう、そういうこと。いいよ、いいよ、映画の話は。じゃあ、何？どっから話す？スタニー・キューブリックから話す？いいよ、どうぞ。ああ、わかんだ。さすがだね。
何、ね、スタンリーキューブ旅行から話せるんだ。なかなかそういう人ないから。いいよ、うん、いいよ、だから話しなよ。うん、スタンリーキューブの月世界旅行について君はどう思った、うん、どう思ったんじゃなくて、言いたいこと言いなよ。スタンリー・キューブリックの、あなたがどう思ったらいいなよ。人から聞こうとしてるわけ。いや、人から聞こうとしてるんじゃなくて、あなたがスタンリー・キューブリックの話がしたいって言ったんだからしなよ。あのロケットが突っ込んだときどう思った。どうも思わないよ別に。思わないの？それもいいや。監督大丈夫？何？なんだよ、おらんか先駆者じゃん、この世界の先駆者。まあね、実を言うと大丈夫かお前。大丈夫って、お前のいつも遅ついてる電車の方が大丈夫かと思う。何言ってんの？めちゃくちゃ滑舌あるよ俺。残念な、耳を澄まして。全然。たまにはね、映画好きとね、喋りたかったっけ、俺もね。何が言いたいの？何が言いたかいって言うとね、マジわかんないの？マジ？っていうか何を言ってるかわかんないわ。俺の滑舌って悪いの。何？俺の滑舌は、そんな悪い？悪い。何言ってるか全然わかんない。わかんないんだ。うん。何も聞けない。スタンリー・キューブリックしかわかんない。で、何？映画、スタンリー・キューブリックの何を話したかったの？スタンリー・キューブリックの、例えば、月世界旅行だけでもしても、月世界もしもしよって言われてもわかんないって。宇宙に、人間たちが到達できない時の時代のことを、例えばそれを明確に、まあ、それを表現してるわけじゃんか。ごめん、あの、ね、スタンリー・キューブリック以外聞き取れないんだって俺ら。マジ？え？スタンリー・キューブリックは何だって？聞こえてるはずなんだけどな。いや、誰も分かってないから。何？ん？ん？いや、俺とお前とは次元が絶対違うよ。うん、俺もそう思う。お前が、ね、お前がバカすぎてしょうがない。あ、東大はね、俺もともと、あの、悪い人だったから、あの、大剣取って、とか東大行って、院出て、博士号を取ったわけ。今何やってんの？今、大学だから、さっき言ってたよ。だから、再生医療の研究者だって。あ、今、じゃ研究者をやってんの？今は何やってんの？今もそうだっつうの。今も研究者だ。再生医療の研究者。え？絶対聞こえてるはずだもん、こんなもの。聞き取れないんだって。ねえ、もう。何？自分の舌かなんかを再生したくて。俺はもうずっと研究してるよ。自分の舌かなんかを再生したいの？俺は再生医療に関しては、細胞とか、そういうのをちゃんと研究する。再生医療ってあれじゃない？スタップ細胞とか iPS 細胞とかじゃあやってないの？スタップ細胞はね、実はあるし、あるんだけど、ただ君が隠蔽してるだけで、それはもう証明されてるわけ、学術的には。うんうん、だから、それが肝病気になるからってことで、それを全部一定されてるわけ。何？肝病？なんで俺は小倉優子が好きになるんだよ。意味がわかんない。なんで俺が小倉優子が好きになるんだよ。全然意味がわかんないじゃん。何のこと？なんで小倉優子になるんだ。ニートでもなんでもニート。なんで小倉優子が出てくんねん。おかしいだろ、お前。昨日研究で何やったのか教えて。
ね、うん、俺が研究してるのは、うん、例えば分子と分子の中の炭素部分があるじゃんか。その炭素部分の結合を耐えてるの、それが融合的な人間的なやっぱやってしまって、それを細胞によっては活性化することによって、その人間的な細胞っていうのは結合を耐えてるのがうまくいくことによって、そのまま再生細胞ができるわけ。なるほどなるほど。分かってないだろう、絶対。俺中卒。分かったって言うな。いやいや、俺は中卒だから何にも分かんないけど。絶対分かってねえ、こんなもん。じゃあ、いらねえだろ。え？だから俺は、そんなお前医学的な見地を持ってきても、お前絶対分かんないから。いや、詳しく教えて。映画の話がしたやっけ。の話でもいいけど。映画好きなの？映画好きなの？大好き俺。誰が好きなの？大好き。誰が好きなの？やっぱね、ヒッチコックも良かったけど、うん、やっぱ黒澤明作品も全部見たし、うん、うん、やっぱね、黒澤明は良かった。黒澤明は良かったんだ。俺8だ。ん？なんでお前アンチしたいねんだよ、ここはよ。こんな頭がいい人は嫌いだのか、お前。バカじゃん、お前。布施明が好きなの。布施明は自人の小人は、全然それは、まあ、物語で、ちょっと面白いな。あれは童話だからって、あくまでも。童話っていうのはどうやって作られてるかっていうと、結局は童話っていうその人に夢や希望を与えたり、おじさん働こう。童話が出てきた。例えば、おじさん働こう。そういう中の中で、まあ、物事を考えるってことが。おじさん分かった、働こう。どっかとやろう。だから俺も研究しちゃったっつってんの、もうめんどくせえ、お前ら信じねえから。病院行こう。病院行かねえよ。病院をちゃんと俺がレクチャーして、あの教える立場だ。病院行こう。いや、病院行こう。医者を教える立場、俺は。病院行こう。悪いこと言わないから。見つけ方っていうのが、結局は、土木作業員やろ。人の証拠だし、経営と経路っていうのをよく理解してた人。だから、これ最終的に、いや、悪いこと、悪いこと言わないから、ケースワーカーさんに明日、ね、あの、医療券出してもらおう。ケースワーカーとか、昔、かっちゅうの。ケースワーカーに電話して、あの、医療券もらって。下、ね、が悪いのはね、教えてあげるけど、俺、小学生の頃に、わけがわかんなくて、パンクしよりの時に、自転車がパンクしよりよ。で、ゴムのりってあるじゃん。ゴムのりでペタってすっつっちゃうでしょ。で、それすっちゃって、コン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 済んでたら気持ちよくなったから、ゴムのり。トレンドが 66.8% でしょ。で、それすっちゃって、ゴムのり。どっから俺下がおかしくなったんだよ。病院行こう。それが俺の下がおかしいんだよ。病院行こう。マジだから。病院行こう。いや、マジよ。病院行こう。なあ、それら、ほら、うまく喋れないのか。うん、いいよ、分かったから。病院行こう。ああ、決めつけは良くないね、君はね。良くない。だから、俺はもう、相当学歴は高いけど、けれどもね、いや、現実から逃げたらダメだよ。現実から逃げたらダメだよ。じゃあ、お前が一番逃げてんだよ。そうでしょ？いやいや、もう本当に。俺ちゃんと研究してる。うん、お薬飲んで、ね、病院行こう。明日、ケースワーカーさんに医療券出してもらえば。病院ただで行けるから。学術論文とか俺もちゃんと出してるから学術論文ぐらい俺も出てこいよ。
次元が違うか分かるから。からかお前ら雑魚じゃダメなんだよ。どうです。あ、現在、まあ、おかちゃんやばいから、この人。あのやばいから、落とした方がいい。なんかやばいの。この人大丈夫さっきもね、ほかわけで追い出されてたんで、おかちゃんの。ネットの闇深いよ。闇なんですこれ。あの、おかちゃん。やぶいしゃじゃねえよ、バカが。お前、なめんな、バカ。ね、バカか。何に向かってやぶいしゃじゃん、これ。上がっていいよ。うん。何なのやぶいしゃなってもんでも。ピアノ弾けるぞって言ってね、あの、おもちゃのピアノ弾くんですよ、この人。おもちゃの恋のピアノ。こういう感じ、うん、これやばいねこれやばくないか源さん、うん、なんか大岡ちゃん明日ケースワーカーさんに言って医療券出してもらってで心療内科行った方がいいってなんかそいつら俺そんな立場だな、うん、分かってないね、うんうん、分かった分かっただってさあ、どうもお邪魔しますバカオカこの野郎お前嘘ばっか言ってんじゃねえよ隔離した部屋にずっといてさもうちった外出ろよお前まお前さ、まあ、芝先輩に言うぞお前いい加減なあ岐阜県の高山市のさだから芝先輩に言うぞお前チクるぞお前この野郎え、誰ですかその先輩バカがえ、大岡のね、空想の先輩調子なんだこれ詳しいですね俺は知りすぎてやるバカが大岡がね、前にね、俺がこうやって話してたらね俺が言ってることは全部嘘なんだよ俺は暴走族も何もやってねえんだよ中学卒業できてねえんだって言ってたよお前が買って作り出したなあなあ、あのネバーエンディングストーリーだ嘘つき嘘つきよか嘘つきいやこのハゲはねお前自分で嘘だって言ったじゃねえかバカ者あの岐阜の高山町とか町人がショップやってるんだけどうるせえこの都の上司バカ野郎お前遠い中に住んでるくせにこの野郎お前車だっけそれは膨大で2段で売ってるようなハゲだよこいつえちょっとごめんね、でもう一回上がらせてね。建築チューニングか、おや。あれ東大卒なんじゃな ないんすかあ、俺東大だよ、一応。なんでだって、なに今も東大行ってるんすかなんか問題。もしもし？まだ対応できる。あ、聞こえましたね。電車何駅で降りるんですか？どこよ？東大？千代田駅待ってんじゃねえけど。千代田駅？そこだよ、まあ。赤門ってあるんだよ、東大なんて。まあ、駒田東大前じゃないのかなとかと思うんだけど。じゃあの千代田。ごめんなさい、ごめんなさい。読み合い君を挙げてたからさ、ちょっとうるさかったんだよね。ごめんね。で、大岡なんだお前。まだホラ吹いてんのかお前。なあ。じゃあこのハゲは。何インチキ商売してるから。インチキ商売の前に、お前だってさ、その隔離部屋から外から鍵かけられてて出れねえじゃねえかよ。隔離部屋だよ、お前。なあ。お前水ストローで飲んでんだろ、お前。バカやよ、お前。なあ。このハゲが、お前。なあ。トイレだってお前簡易トイレだろお前なんか簡易トイレだろえだってお前出れねえじゃん隔離されてて俺イチャモンつけたくてしょうがないやっけいつもイチャモンつけたくてじゃなくてお前が面白いからいじってんだよこいつを書いた本があるわけこれ絵的に逆に見えたよ何ちゃんと貼ってこいつを書いた本がね片腕の天使ってやつ、うんうん、悔しかったらお前本書いてみろよ出版してみろよできんのかよお前できねえだろバーカ学術論文まで書いてるから学術論も何もなくったってお前出版できんだよバーカ
やれるもんならやってみろ。やれるもんならやってみろ、お前。そのあるわ、バカ。っていうか、お前さ、芝先輩本チクったでな、どうするの、お前。こいつのね、なあなあ、芝先輩怖いんだろ、お前。お前、空想で作った芝先輩。空想だって自分で言ってたよな。なあ、空想でしょ、あれ。何なんだっけ、関東連合だって。関西連合だって。西武連合だっけ。あれも嘘じゃんね、お前。自分で言ったじゃんね。ね、妄想空想でしか生きてないよね、お母ちゃん。ジャパンのドカターボのやつ。何？お母ちゃん会話になってないよ。お前だからなんだろ。人の話聞いていいよ。お前だからまた CB7 半だろ、お前。それ全部動かしてもなんかあの。だからいつでも来いって言ってんじゃねえかよ。お前あれ、お前俺んとこ来るって言いながら、お前何年経ってんだよ、お前10年経ってんじゃねえか、バカ。どこ行けばいいねじゃん。早くやれよ、お前。出るこだろ、お前。お前10年さ前にさ、俺んとこ来るって言いながら、お前来ねえじゃねえかよ、お前。知ってんだろ、てめえこの野郎。バカが。そう、俺、大川のとこの近く行ったけどさ、さすがに、大川に会いたくなかったっていうか、会う気もなかったんだけど、帰ってきて、ふわっちで、大川、お前んちの近く行ったよって言ったら、なんで俺に会ってかねえんだよとかって泣いてたよ、こいつ。どうもでーす、ショケースです。お邪魔してまーす。あ、か、かわちゃん、ちょっと調べてくるんだ。大から部が結構あるんじゃないんですかということは。え、あのね、ヤフちゃんの時代からいじって遊んでるのすごく。楽しいでしょ。大かっていう人は古いんですか、ネットは。古い古い古い。もうだから、20年ぐらい多分やってんじゃない、こいつ。で、その昔さ、まださ、ヤフちゃんの頃がさ、ヤフちゃんの頃にさ、女引っ掛けて同棲してたんだけど、その、はい、女の人に DV したからね。すごかったよ。いや。ひでえだろ。で、俺は統合失調症だ。片足が動かねえんだ。とかさ、もうむちゃくちゃ言ってんだけどさ、普通に歩いてきてさ、普通に喋ってるからね。大岡ちゃん、大岡さん、大岡さん。なあ。現実見よ。長いのは人形ねやってから。現実見よ。じゃあ、大岡が、これが現実なんだから。もうあの、なんていうの、妄想空想で生きてるのは大岡だからさ。大岡ちゃん、なんか、あの、20年でなんか学んだんですかね、これね。20年で学んだことは、そうね、嘘をつくっていう。嘘を塗り固め。で、それがどん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 こう薄っぺらくなっていって、あ、これこんなの絶対嘘じゃんっていうことが、もう誰にでもわかるぐらいの嘘のつき方を覚えちゃったっていう感じでね。これ必殺技ですね。もう必殺技すぎてさ、びっくりするよ、ほんと。ほんと。超びっくりするからね。俺は東大卒だとか言いながらね。はじめまして、どうも。どうも。バカだな。あ、どうも。ケンちゃん、おっさん。お久しぶり、もよちゃん。なんでこんなブスまで来るんだよ。うるせえな、おか、バカたるが。ブスはやってめん。まあまあまあね、あのサイコパスさんとね、あのオカちゃんっていうのはまあ昔から仲が悪い状態でね。あ、そうなんだ。なんだってオカ、ちゃんと食べれてめえだよ。オカにちゃんと喋れっていうのは無理だから。まあまあそう、無理です。無理無理無理。あの昔ヤフチャの頃はまだ喋れて。今、年を取れば取ることどんどん分かるの。そうか。早く母ちゃんに飯作ってもらえ。母ちゃん、飯作ってくんない。ニートなの？大川。ん？大川？母ちゃんに飯作ってもらえ、早く。昆布餅ブス。
黙れ。あ、なんだブスって。大岡ちゃんってニートなんですかね、これ。1回でも、ニートニート。ニートどころの話じゃねえよ、ほんと。もうだから、俺が知ってるだけでも、15、6年は無職だよね。確か3ヶ月ぐらい作業所へ行ったけど、途中で、俺やっぱり無理、働けないってやめちゃったよね。あ、そうか、顔出せや。何言ってんの、お前らって。適当なさ、そういう。適当じゃねえよ、お前。の中でお前喋んのやめて。おめえじゃねえか、それ。おめえが喋んの大岡さん、大岡さん。大岡さん、嘘ついて寂しくない？だから、俺、嘘ついてないわけ。大岡、嘘ついてないってよりか、嘘だって分かってないから。もう長いから、こういう世界が。もう頭おかしくなっちゃってるから。なおか、あまりにも田舎すぎてどこも行くとこないんだもんな。黙れば。そう。だいたいコンビニまで20キロあるっておかしいよな、お前な。結局。なあなあ。何もない。お前、ホームセンターまで40キロあるんだっけ？どこ見たって面白くない。そら、面白くねえよ。最近の趣味はね、あの男性なんだけど女性っぽいね、方のとこに上がりたいっていう、そういうとこが最近の多かった。あ、さっき上がってきたよ、あたいのところに。絶対、そんなもん実力もねえくせやろや。いやいや、実力ねえのおめえじゃん、もっと。お前ここ十何年、お前さ、大岡の声が聞こえないじゃん。うちから出れてないじゃん。めちゃくちゃ言うんだよこいつらって。大岡何喋ってるかわかんねえんだ。いや、これ聞こえねえ。日本横断しろとかめちゃくちゃ言うんだよ俺によ。バカ者、お前がやるって言ったんやろそれ。福島行くってやつやろ、お前。なあ、福島の震災があった時、東北の震災があった時にさ。大岡。大岡邪魔だよね、なんか。何喋ってるか分かんないよね、これね。そんなことやね。和藤さん、落とした方がいいかも。なんか、これ一人ヤフチャの頃にね、ヤフチャの頃にね、東北の地震あったんですよ。で、その時にね、バカしか言わないからな、まともな時に話してたの。俺なんかやんなきゃダメだよね。俺こんなんじゃ絶対ダメだよね。ダメになっちゃうよねって言うから、みんなで、じゃあ大川お前なんかしたらいいんじゃないのって。東北行ってボランティア今やってきたらいいんじゃないのって言ったら、そうだなって言うから、だからお前みたいなその片足ちょっと悪いようなやつが、じゃあ歩いて宮崎から福島まで行ってボランティアやったらきっとお前は勇気を与えれるぞってみんなで言ったのよ。与えられると思うでしょ、ですね。でしょ、で、それだったらお前、有名になるし、人のためにもなるよって言ったら、お、俺行くよって言い出して、お、頑張れ頑張れとかってみんなで応援したのね。そしたらさ、俺どこに泊まればいいんだよ、寝るとこどこだよって、お前さ、それ野宿して行けって言うの。荷物どうするんだよって言われて、で、中で、その中の子が、じゃあ、大岡にアルミのリアカーを3万、4万ぐらいするやつを寄付するから、それを引いていきなって言われて、じゃあ俺それで頑張るって言ったら、だん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 日が経つにつれて、え、俺行けねえし無理だし、みたいな。3ヶ月頃に、1ヶ月ぐらい経った頃に、みんな俺を殺す気かーとか言い出してさ、俺が言い出すんだっつん。大岡さん、大岡さん、働こう。ほらさ、え、働いてるっつんだよ、なんか。働いてねえじゃねえか。働こう。そんなね、無茶な話じゃないだろ、どう見たって。じゃあ、お前らがやれんのか。大岡、働くの無茶なの？人の言葉とか理解できないみたいだし、人の言葉理解できる人が、なんかこういう配信やるといいと思う。いや、外国ってば日本を横断できるのか、お前。ダメだよ。大岡さん。大岡さん、病院行こう、せめて。病院行ってる？ちょっと、病院も追い出されちゃったな。来んなって言われちゃった。病院に来るなって言われたんですか？そう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 。だって、こいつ病院行けないもん。じゃあこいつらまちちゃん、大岡の場合は病気じゃないから病院行っても治んないから。だから俺病気じゃないってんだよ。早くプラモデル作っとけ、お前は。大岡プラモデルは作るけど
売れてないプラモデルを作っとけ。プラモデルは作れるけど、説明書通りにしか作れないからね。それな。全然違うからね。説明書通りにしか作れないからな。うん、誰でもできるよな、それな。あのね、で、売れてないという。このね、そうそう、あの、型はもう、型のこのハゲや型はなんだよ。なんで、それがどうしたんだよ。腕が一本ねえから。腕が一本ねえ型なんだけど。そう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 。僕はね、プラモデルも作るんだけど、俺は見た素人なんだよ、やっぱり。とりあえず、俺、大岡ちゃんがなんか、なんか言ってること俺よくわかんないんで、とりあえず、あの、一旦失礼します。モデラーよ。ああ、落とし、落としちゃう。ケンちゃん、ケンちゃん落ちるの。ちょっと一旦落ちるね。どうもありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。すいません、落としてください。やめんじゃねえぞ、お前。なんで働かないの？だから働いてるって言ってね、誰も信用しねえもん。働いてねえじゃん。で、どういうことやってんの？働いてるじゃねえか、お前。何してんの？お母ちゃん働いてない。役の思いとこ全部書いてんだぞ、お前、お母ちゃんに電話して聞くぞ、お前。プラモデルで迷ってるし。論文は何書いたのじゃ、卒論は。母ちゃんは、母ちゃんも卒論は何書いたの？卒論。半分。卒論って何？小学校の卒論？だから、そう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 。いくら東大だよ、おめえって。東大の卒論なんか出るわけない。お前、高専じゃねえか。高専中退じゃねえか、おめえやろ。なんか、高尚な配信。何、東、大岡ちゃん東大って、何、海にある東大受かったのかな？だから、お前ら信用としないでしょ？いや、卒論の内容を教えてよ。じゃあ、じゃあいいよ、別に。じゃあ、学術論文とか、その前に、サクッと言えよ、この野郎。逃げてんじゃねえよ、バーカ。いいよ。学術論文じゃなくて、卒論内容を教えて。サクッと言えよ。卒論はここテーマなんだよ。言えないの。わかった？言えない？だそれはだって書いてねえから言えねえよな。この文っていうのは、みんなが見れてしまうから、それは言えないわけ。うん、そりゃそうだな。お前だって高専中退だもんな。いじめられてさ、いじめられてさ、もういられなくなっちゃったんだもんな。かわいそうにな。意味のわかんねえこと言うな、いつも。意味のわかんねえこと、本当のことだよ、ね、ばい。俺は、論文も書いてるし。論文どころか、まあ、作文も書けねえじゃねえかよ、バーカ。バカだな、お前は。このお前さ、実体何も知らねえじゃん、お前なんか。何も知らないって、お前の実体すらねえじゃねえかよ、バカ。影だから、もう毛根が死んでるから毛根細胞っていうのは絶対もうでっかいお世話じゃこの野郎ばかよ。だからなんだっつんでこの野郎お前よ。おめえなんか人生終わってんじゃねえかよお前。何こんなに DV してさ逃げられてさねえいろんな女にさ的かけられてさおもちゃのように猿のように扱われてさポイポイ捨てられてさお前そんな人生じゃん。このハゲはさ、結局、その身体障害者、こいつ身体障害者だから、そうだよ、だからそれがどうしたんだよ。身体障害者にできる単車とか車も作ってるわけよ。で、それで、ちょっとこうね、自転車持って、そういうことやってるわけよ。だからなんで？それがどうしたんだよ。何？じゃねえか。それでどうしたの？それが。こいつだけでも変速ができるにしてるし、こいつの場合は。だってお前には乗れねえじゃん。俺はもう昔から単車乗ってたもん。お前単車なんか乗ってねえじゃん。身体障害者。お前自転車以外のもんって、お前マーク2かなんかぐらいしか乗ってねえじゃねえかよ、お前。あれ単車だっけ？あれ自分のじゃないだろ？何言ってんのか。あれ人に没収されちゃったバンク2だろ。買わされたんだろ、お前。先輩かなんかに。買わされたっていうか、先輩。お前、買えよ、こら、とかって言われてさ。はい、わかりました、買います、とかって買ったんだろ、お前。乗っただけだよ、単車は。え？単車なんか乗ってねえじゃねえか。お前、乗れねえじゃねえか。乗り方わかんねえじゃねえか。乗れるから、あんま。単車何乗ってたの？単車は何乗ってたの？全然峠で俺勝負してやるから。単車は何乗ってたの？俺はね、NSR2 班だけど、お前に勝つ自信がある。レプリカ乗ってたの？
全然やん。お前が7班持ってきたって、はい、その話ね。その NSR 乗った話ね。一回乗って怖くてビビって乗れないって言ってたんだよ、こいつ。あまりにも過去がすごいから、手が外れそうだったから、やべえ。もうめっちゃ怖くて乗れないんだよーとか。あとあとは、ちょっと練習すれば乗れるから、NSR。寝れねえよ、お前なんか。読んで、練習読んで、だって。NSR2 班とかや。なんでこんな走るのみたいなさ。だったら、おめえさ、俺のハヤブサ乗ってみろよ。乗れるんか、お前、この野郎。いや、乗れるよ。だって、乗れねえじゃねえか、お前。乗りたくてわかんねえじゃねえか、バーカ。一足と二足で走っていけばいいんだから。一足と二足で走れねえじゃねえか。お前ビビって怖え怖えって言ってたじゃねえか。そんな恐ろしいバイク乗れねえって言ったらお前じゃねえか、バーカ。そうなの?300キロまで行くと怖いじゃんと思ったって。めっちゃ怖えよ。何?お前だって無理だろ。俺だってお前さ、400で音速の向こうまで行ったとか言ってたじゃねえか。だから、結局250キロぐらいで抑えて高速とか走るじゃん。いやそうだよ。300キロまで出しちゃったらもう怖えもん。ちょっと、その前に大型の免許じゃなくて、あの、自転車の免許いるから、大型の場合。まず、チャリの免許がいるから。捕まらなきゃいいんだから、まあ。捕まらなきゃいい。警察が追いかけてくるのは200キロまで。それ以上出しちゃったら警察追いかけてこないから。バーカ、今そんなんじゃねえや、バーカ。何も知らねえのこいつ、お前。バカじゃねえのバカおめえやろ、ハゲ。お前、分かってねえな。バカじゃねえの、お前。ねえ。だから、高速機動隊とかでも、今じゃ GT やるとかいるわけよ。もうねえわ、バーカ。めっちゃ口を追いかけてくるから。もうねえわ、バーカ。大岡さんは今、おいくつなんですか大岡さん47。大岡さん47歳なの48だよ俺48になったのかお前ただのじじいだろお前ただじじい何がじじいじゃんじじい寂しいの寂しくはないけどね女なんかすぐできちゃうしまあ困ってね俺はでも女すぐできたってお前 DV するじゃん DV なんか何言ってんのお前はうん、DV するじゃん。もう、女だったらで袋叩きにするんじゃん。男はしないけど。だいたいお前、この写真さ、お前、この写真よく考えたら、これ20年ぐらい前の写真じゃねえか、それな。これお前、よく見れば、ヤフチャの頃の写真じゃねえか、お前よ。一回だけ、ベロープか、動画にするベロープで、ぐるぐる巻きにして、する人いたことがあるわ、一日だけで。はい、嘘出ました。嘘つきでーす。嘘じゃねえもん。大川さん、動画にはできないの?あ、動画はね、今度してあげるけど、うん、めちゃくちゃイケメンだよ、なんか。あ、そうなんだ。イケメンじゃないか、イケメンじゃない。イケメンじゃない。イケメンだ。イケメンなんだね。ボロボロの顔してるから、今。うん、じじいだから。あ、だろ、泣いてんの?すごい、もうたまに見たら、なんだお前、どんだけ悪くなったって感じになってるもんね。はね、もうね、片輪だから、ね、あーかさん、どうも。人に恨みを買うことしかできないわけ。こういう人間っていうのは。あ、お前ね。お前で、うん。うん。お前、一回ってやるか、お前。殴るぞだから来いっつってんだよ、お前。10年前から来いっつってんだよ、お前。はい、来いよ、バカ。来れねえじゃねえか。お前、住所知ってんじゃねえか、お前。さっさと来いよ、ね、お前。18歳叩くんじゃないよ。じゃあ、大岡さん。え、大丈夫。50歳が48歳叩いてるから大丈夫でしょ。それは。許されるしな。あと、どこ行けばいいんだ、お前。大岡さん、言いたいことは終わった?大丈夫?終わってねえやん、お前。言いたいことまとめて。まとめて。いや、俺は統括してやるけど、ね、東大片輪は配信会に来るな。これで終わりです。うん、ありがとね、じゃあ。落とすね。はーい。はい。バイバイ、オーカー。はいね。なんなら、オーカー落とされるんだ、かわいそうに。あれ?あれ、落ちない。あれ?なんでこんなところで、
へばりついてるの。うわ、バグってる。最悪。なんだかんだでね。最悪。バグってる。なんだかんだで俺が一番面白い。ニュースさん、ごめんね、ちょっとね。荒らしちゃって。これ、淡いしるつもりなんだと思った。あれ、落とせない。じゃあ、このさ、あれ、バドカーとこっちはさ、エセ監督だからさ、いらなくね。うんお前がエセじゃないかよ。そうだね、そうだね。何の感じやべ、バグってんな、どうしよう。落とせない、落とせない。だけバカじゃねえか、こんなもん。ごめん、お、大花の方で落ちてもらえる？大花の方で落ちてもらえる？大花ね、落ちない。落ちない、落ちない、落ちない。無理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 。ごめんね、あの、閲覧どんどん減ってくんだ。落ちてもらってもいい？大花の呪い。うわー最悪大岡呪いじゃんバカだよ落とせない大岡ダメだ電波がこの後は落とすわけじゃねえじゃんヌシさんごめんね一回いいあの枠一回閉じたらいいかと思うんだけどそうっすね、ごめんね落としますじゃあすいませんありがとうございましたありがとうございましたすいません失礼しました、はい、失礼しますもう二度と喋りかけんなハゲ